ございました。どうも、イサキです。おー、ナイス。コンコンしてない？コンコンしてる、コンコンしてる。パンパンよ、パンパン。一本の鋼から釣り針を作り出す。半世紀以上も前から魚と人をつなぐため、針にかける熱き思い。パーフェクションインフックスオーナー。はい、おはようございます。大名堀スタッフ豊村です。本日私はこの久々にですね、10年ぶりぐらいにこちら磯の方に来ました。私もちろん一人じゃ不安なんで、日頃お世話になっております、この方です。横手さんありがとうございます。はい、おはようございます。大名堀フィールドスタッフの横手です。今日はあの一緒にですね、はい、あのぜひとも釣りを、はい、ですね、楽しませていただければと思いますので、いやいや、よろしくお願いします。もう本当今日横手さんなしにはあの今度成立しない釣りなんで。これは松島のどこの線になるんですかね。はい、ここはあの松島の、北側に位置する音の花という磯になります。あ、結構名所なんでしょうね。はい、ここはあの人気の高いところで、はい、なかなか乗れないところなんで、ですよね、今日はチャンスだと思います。それでは、本日も一日よろしくお願いします。お願いします。今日の蒔絵の配合なんですけど、今日はオキアミの生を一角に、網を一角、それから、終了剤をですね、黒用のやつを、3袋入れてる感じで仕上げています。で、まあ、ここには半分入れて、もう半分はまた別のところに、保管している状態です。で、あと付けの方なんですけれども、加工餌のオキアミ、それから、蒔絵用のから取ったオキアミ、それからですね、こちらの別の容器の方には芝エビのむき身、それから、まあ、団子餌、それからボイルを準備しています。はい、今日のタックルです。今日は磯沢の1号に、リールが2500番の、レバータイプを使っています。で、浮きの方は、3B 深の浮きを、まず円錐浮きの方でですね、深い棚を狙っていきたいと思います。で、まあ、針の方はですね、ザ・ロックの7号で、こちらの方でいきたいと思います。付け餌はですね、まずオキアミの生から、で様子を見ていきたいと思います。最初は、まあ、竿1本半強ですかね、はい、でやってます。早速行ってみましょう。よいしょ。じゃあ足元から蒔絵を打ってみますけど、餌取りが何か反応があるかどうかですね。お、食いましたね。でかい彼岸フグですかね、これはこれは重たい。すごいですね、こんなのがいるんですね。でかい、あのフグちゃんに、彼岸フグに持ってかれたので、はい、あの次は、まあ沖埋めを少しでも狙いたいというので、遠投ハヤテの7号を使ってます。はい、じゃあまた同じように沖網の生で、
さあ、さっきは手前寄りでフグがいたので足元に多めに打って、でちょっと先に投げましょう。ちょっとさっきよりはちょっとだけ上にいるやつを狙った方がいいのか、さらにその下を行くか、ちょっとわかんないけど、ちょっといろいろ探りたいので、ちょっと深い方に移動します。よいしょ、よしよし、さあどうなるか。さっきが竿1本半ぐらいやったけど、次は思い切って竿2本ぐらいまで深くしてみます。そうですね、潮は今上げ潮が沖の方ですね、ゆっくり左から右に流れていて、まあ、それに引っ張られるような形で、まあ、ゆっくり沖に出ていくように見えますね。今度は仕掛けがあまり手前に寄ってこずに、ゆっくりと右に行くようになりました。行きましたね。はい、合わせます。よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、よし、はい、次はイサキが釣れました。まあ棚が、まあ、竿2本ぐらいということで、まあ、イサキが食ってきたのかなというふうに思います。魚の棚が深い、狙ってる棚が深いので、まあ、間違いなく少しでもですね、マキエと合わせるためにマキエをサンドイッチして、流していきたいと思います。ほい、またイサキかな。はい、またイサキですね。さっきと棚は変わらない、サイズは変わらないかな。さっき雪がね、軽く絞っていったんですけど持っていかなかったんで、ちょっと何か餌を加えたのか、あげて地形の様子を見てみましょう。今餌ないですね。ということはやっぱり当たりだ。ちょっとハリスの中央に売ってたジンタンをちょっと上に上げて、次ちょっと様子を見てみましょう。まあ、さっき当たりがあって餌がなくなってたんですけど、まあ、ハリスのジンタンの方を上にずり上げて、ふわふわ感を出すのと、あと、付けのを変えることでちょっと目先を変えてやってみようかなと思います。よいしょ、はい、あとは、まあ、今までよいしょ先打ち負けに合わせてたんですけど、まあ、次はちょっと後打ちでちょっと様子見てみたいと思います。浮き下6メーターぐらいでやってます。ちょっと当たりましたね、今。はい、まあまあ、お、ちょっと違うかな。今度は何でしょう。と今度は、はい、クロちゃんでした。よいしょ。はい、大きくはないけれども、クロが釣れました。浮き下自体は6メーターでそのままで、ジンタンの方を上に、ハリスの真ん中の方にですね、ジンタン6号打ってたんですけど、それを上の方まで全部ずり上げてですね、移動させて、ハリスにガン玉がない状態で、はい、仕掛けの方を変更してやってみました。これは遠投ハヤテですね。遠投ハヤテにさっきフグに針を噛まれたので、遠投ハヤテの7号に変えて、はい、その分がしっかり口に、オナガの口を捉えてくれてます。そうですね、さっきと違うことがあるとすれば、まあ、マキエを直接かぶせていないで、どうかっていうと餌が残ってるですね。
ということは同じところでまた蒔絵をダイレクトに合わせてあげてどうなるかっていうところをちょっと様子を見てみましょうかね。ですね、でも餌はなくなりました。浮きが消し込んだように見えたんですけど、さっき飲まれて、切れたっていうのもあるんでちょっと次の針を何にしようかなと思ったんですけど、あの元気グレの6号にですね、次あの針を変えてやってみたいと思います。はい、これはですね、あの元気グレはあの短軸で飲み込みというかあの飲ませ重視で、はい、あの少しでもあの魚が走ってく、口の中に出て違和感なく走ってもらえるように、当たりが出やすいようにというのをちょっと期待して、はい、やってみたいと思います。で合わせて、浮き下の方ですね、ちょっとまた最初やってた、今が6メーターぐらいなのでまた10メーター前後をちょっと探って様子を見てみたいと思います。ラインが走った。よいしょ。これで彼岸フグじゃないですよね。ナイス。よいしょ、ありがとうございます。ありがとうございます。当たりが出てすぐ合わせたけど透かしちゃったので、もうじっくり待って、あのラインが走るまで待ってですね、あのそしたらあのガッチリかかってくれたので、やっぱりあのしっかり待つのが良かったのかなと思います。まあ、ただオナガちゃんであのしっかり針飲まれてるので、まあ、その対策としてあの地元の部分、針数のところをついでですね、そこをあの下のところだけをあの針数あの 2.5 号をかけてあのお腹対策をしています。まあ、これであの飲まれある程度のサイズでも飲まれても取れるかなというところですね。はい、まあ、今回それが良かったのかなと思います。ヨコさん、はい、言い方ですね。釣れたんですよ、こんなのが。いいね、ありがたいことに。いいですね。ねえ、綺麗な。いや、はい、ちょっともう、僕、もうちょっと塩がひだやりますわ。もう、早くしないと、はい、魚いなくなっちゃいますよ。ですね。あ、いい方です。ありがとうございます。ありがとうございます。さすが横手さん。いや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 。では本日使用しているオーナーバリさんの製品についてご紹介したいと思います。まずあのラインの方からなんですが、ラインはですね、あの磯の白の 1.5 号を、実際リールには巻いています。こちらの方は、ですね、やはり視認性が非常に良くて、なおかつ、あの引っ張り強度も非常に強いということで、気に入っています。それから、絞り玉ですね、あの今日はあの浮きを浮かせて釣る釣りをよくやってますので、そちらについてはこの早手絞りを使っています。はい、こちらの方はあの非常に、テーパーな形になっていて、あの刺しやすいというのが特徴になっています。はい、それからですね、針の方なんですけど、はい、あのタフワイヤーを使っている、ザ・ロックですね、こちらの、6、7をメインで使っています。こちらの方は、タフワイヤーということで強度に非常に、安心の、持てる、商品になっています。それから続きまして、遠投ハヤテですね、こちらの方はあの私遠投して釣ることが多いので、こちらあの、剣がですね、針の途中についてまして、オキアミがあの外れにくいということで、なおかつ、強度もあるということで非常に、使用頻度の高い、針となっています。
それから、元気暮れの6号ですね、はい、こちらの方は、まあ、短熟で非常に、まあ、魚のですね、吸い込みがしやすい、針となっていまして、こちらの方ですね、まあ、さらに軸が細くて軽いというところが非常に気に入っています。あと、量がいっぱい入っているところも、気に入りのお気に入りのポイントになっています。ぜひ、使ってみてください。ロックの7です。ちょっと強めの針で、あと軸のちょっとしっかりした強めの針で、なおかつ、まあ針の自重があって餌が落ち着くようにというところですかね。ちょっとそこを期待してやりたいと思います。オキアミの生をつけてやってみましょう。そう、うん、さっきか、イサキですかね。軽いんで、よいしょ、はい、イサキ、よいしょ、はい、イサキです。仕掛けをですね、棒浮きに変えています。まあ、変えた理由としてはですね、やっぱり缶付きなので糸落ちがいいことですね。これで浮き下設定の方も少し深くしましたので、まあ、これで同じ、まあ、今回 3B の負荷なんですけど、まあ、これでもしっかりですね、棚が取れるということをちょっと期待して変えています。あと視認性もいいですからね。そう、これで当たりを楽しめればと思います。つけ餌はですね、ボイルを今つけています。こちらの方で遠投しても、まあ、外れにくいちょっと固めの餌ということで、こちらの方で遠投してみたいと思います。はい、針は、まあ、遠投を意識してですので、遠投早手の7号に変えています。それではやってみます。ちょっと軽い浮きに軽い当たりが出た後に付けがちょっと取られてました。で、まあ何かしら反応はあったんですけど、ちょっとかけきらなかったというとこですかね。ちょっともう一度同じ要領で流してみます。ボイルをつけて、よいしょ、よいしょ。そうですね、さっき仕掛け変えて第1投目は左に行く流れが残ってたちがあったんですけど、ちょっとそれ以降流れがなんか止まったような感じになっちゃって、浮きがなんかもうずっと同じ位置か手前に寄ってくるかになってますね。うん、まあでもこのまんまだと多分潮が動くまでは、まあ、反応がないことはないけど、ちょっと厳しいかな。よいしょ。うー。よいしょ。あ、イサキさんです。よいしょ。うい。本日私のタックルなんですけども、竿がこれ、チヌ竿の05の 5.3m ですね。で、道糸が、ザイト、フラッシュ RX の 1.75 で、針数の方がザイトイソフロロ 1.55 を使ってます。針がですね、今日は早手チヌの2号から使ってます。ちょっと私はもう結構足元でちょっとチヌ一本狙おうかなということで、まあ結構チヌのタックルで今日やってます。まあ巻きバンバン巻いてチヌ釣りたいと思います。ヒット、
外頑張ったら浮きが沈んだ。なんか食った。イサキちゃんですかね、これは。イサキちゃんです。よっ。よし。なんか私が釣りし始めたら餌釣り出てきましたね。深棚であまり反応がなかったので、今度上からですね、ゆっくり落としていく仕掛けに変えてちょっと反応を見てみたいと思います。で、浮きは、まあ、05クラスですねに変更してます。浮力の方を05クラスに変更してます。ミガルグレですね、ミガルグレの5号です。イサキです。イサキ、イサキ、どうも、イサキです。泡のある方向を狙って、極力泡のある方向で狙える限りで一番遠いところですね。ここを、よいしょ、よし、入った。これは黒系？よいしょ。でもこれってやっぱり針が先端が鋭いからね、これがうまくかかってくれてるってことなんですよね。今回のこの窟窿は、あの右側の方の、あの泡の溜まってるところですかね、あの今まで正面に上げてたんですけど、ちょっとあっちの泡のところが気になったので、あっちのところに仕掛けをちょっと投げて様子を見ていました。で、もう浮きが絞っていって、あとそのままあの針気味にしてほったらかしていたら、あのラインが走ってくれてですね、あの、なんとか飲まれずに、はい、あの釣ることができました。ちょっと最初のフグ以降手前やってないんで、一回手前やってみましょうかね。まあ実的にですね、こんなもんですよね。餌取りがあんまりいない。まあ1年であの一番水温が下がってるでしょうから、首振ってない？コンコンしてない？コンコンしてる、コンコンしてる。ヌーチーじゃないですか、これは。おお。まさかの。やったヌーチー。ああ、ナイス。ありがとうございます。残ってません。パンパンよ、パンパン。ああ、ですよね。すごいすごい。浮きがですね、沈んだんですよ、そこで。で、浮いていったんですよ。そしたら、待ってたらもう一回沈んでいったんですよ。これって死ぬじゃないですかって思ってですね。いい具合の沈み方でしたもん ね合わせたら、おおってコンコン言ってる。さすがっすよ。素晴らしい。このサイズがぶら下げられるこのハリスってすごいっすね。
さすがザイト。さすがザイト。ちょっとここ地形がそのままストーンと落ちてるので、まあ、ここのですねちょうど下に棚が見えるんですね。でその棚の際を、まあ、浮き下大体10メーター、11メーターぐらいですかね、そこの棚で、棚で設定して、まあ、針の方を、まあ、元気グレのですね、まあ、軸の短軸の、まあ、どちらかというと細身な針に変えて、まあ、ゆっくりふわふわ落としていくイメージでですね、やって、まあまあ、そこの棚のとこに、まあ、仕掛けを置いとくイメージでやったところ食ってきてくれました。はい、浮きが、まあ、一旦沈んでゆっくり浮いてきて、でそれからまたゆっくりと海中に沈んでいくタイミングで合わせたところ、はい、しっかりとかかってくる、針を飲んでくれてですね、まあ、かかってくれたという感じです。あ、そうですね、まだ今回ここに上がって手前の方を1回もしていなかったのでと、あとは沖の方をやった時に同じ棚でした時にイサキが食ってきてましたんで、まあ、ちょっと違う展開をちょっと期待してですねやったところ、チヌが食ってきてくれたというところですね。狙い通りです。いやーよかった。もう今日はあわよくばチヌのところだったので、はい、連れてくれて本当に嬉しいです。ありがとう、本当にありがとう。帰ってもらいましょう。よいしょよいしょよいしょ。はい、お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。いや横田さん、はい、朝の棒ダッシュ最後にチヌが釣れまして、はい、そうですね、綺麗なのねチヌで、はい、まあ、ちょっとノッコンだったかな。そうですね、もう、うん、はい、もうノッコミの真っ盛りという感じだったですね。ですよね、100点満点だと思ってます。はい、とんでもないです。ですね、はい、また次回はねこの松島か、はい、宝島かどっちかで、そうですね、また一緒にちょっと同行させてください。あ、もうぜひお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、では、それでは、本日も一日お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。はい、カメラさんがカメラをしまった後にですね、この40センチのお腹が釣れてくれました。もう綺麗なお腹でしょう。すごいいいお腹だと思います。このカカラの松島のお腹は脂が乗っててすごくうまいです。ぜひ皆さんも釣りに来てくださいね。一本の鋼から釣り針を作り出す。半世紀以上も前から魚と人をつなぐため、針にかける熱き思い、パーフェクションインフックスオーナー。